は。依頼人の頼みだ。中身は見ないでおこう。そうだな。覗き見など下びた趣味だ。確かここのおばあさんと昔仲が良かった人だよね。仲が良かったわけではないが。まあそう言わずに。どんな仕事？この灯台丁寧に整備されてて今のところは問題ないんですが、万一のためにスペアの部品を用意しようかって話になってまして、その素材をロボット山から取ってきてほしいんです。つまりおばあさんの残した灯台の整備のお手伝いですよ。分かった、引き受けるよ。助かります。必要なのは割れたレンズを10枚に、壊れたバッテリーを10個、最後に謎のスイッチを10個です。必要なのは、ばあさん宛ての手紙が2通ある。消印は50年前。そういえば例の宝石がなくなったのも50年前と言っていたな。何か関連があるかもしれんな。ここは失礼して中身を確認してみたらどうだ。そうだな。まずは1通目だ。今度人魚の涙を君に送ろう。君にきっと似合う宝石だ。気に入ってもらえると思う。次は2通目。すまない、人魚の涙は送れなくなってしまった。本当にすまない。人魚の涙はばあさん宛てに送られるはずだった。だが2通目の手紙を見ると届いてはいない。しかし現実として宝石は元の持ち主の場所にはない。ここから推測できることは、2通目の手紙はこの町から出されたことになっている。ということは手紙の偽装がここを境に始まっているということだ。郵便配達員か。ならば宝石の行方も郵便局と見て間違いないであろう。何やらきな臭い話になってきたな。
丸太を5本。どう？こんにちは。何か用事かい？ちょっと依頼があって。50年前に東大森の婆さん宛に届いているはずの品を探しているんです。あの婆さん宛の荷物、先代から何か聞いていませんか？いや、私が言われたのは婆さん宛の手紙を書き続けてほしいってことだけだ。一応荷物は全てこの奥の倉庫にしまってあるはずだから、まだ残っていると思うよ。そうですか。失礼ですが、その荷物を見させてください。さてと、50年前の荷物か。まだ残ってるのかな。これか。消印は50年前、届け先は婆さんになっている。同封されている手紙に開けられた跡があるぞ。約束通り君に人魚の涙を送ろう。それと一つ悲しい話がある。どうやら僕の体はもう長く持たないみたいだ。船に乗って君に会いに行くこともできそうにない。本当は僕の手で直接この宝石を渡したかった。それだけが心残りだよ。自分の死が近いのを知って、婆さんに最後の贈り物として家宝の宝石を送ったってわけか。うん？荷物のところにもう一つ手紙があるぞ。これは死亡通知書。なるほど。この荷物が届けられた時、すでにその男は亡くなっていたというわけ。それを先代の郵便局員が婆さんのためを思って隠し始めたというわけだな。さて、この宝石依頼主に渡すべきか。とりあえず配達員に相談してみよう。見つかったかい？見つけるには見つけたんですが、ちょっと事情が複雑で。実は婆さんの恋人からだったのか。どうすればいいでしょうか。どうするもこうするも好きにしてもらって構わないよ。それはそもそも私のものでもないし。さて、どうするか。この宝石は依頼主に渡そうかと思います。そうかい。君がそうしたいんだったら、婆さんも文句は言わないだろう。きっと婆さんも天国で宝石をもらってるでしょうから。さてと、いずれにせよ依頼主のところに報告に行かないと。あら、宝石は見つかった？ああ、人魚の涙は見つかった。今ここにある。本当？さすが有名な何でも屋ね。仕事が早いわ。おじいちゃんの大切な形見なの。これが報酬よ。ありがとう。人魚の涙はあの老婆に当てた宝石だったのか。どうもいろいろありがとう。
しばらく滞在してから国に帰ろうと思うわ。今さら届いてももう遅い。いや、そんなことない。宝石はもうばあさんのところに届いているさ、きっと。そうだといいな。どうもいろいろありがとう。回収。